こんにちは。今日は曜日を当てる方法曜日計算について紹介したいと思います。えー、スピード感レンダーを運営していますくるくるキャプテンと申します。今日はよろしくお願いします。はいえー、例えば2017年5月14日の曜日を当ててくださいという問いに対して、まあ、即座に答えられる方はなかなかいないのではないかと思います。えー、もちろん検索サイトなんかを使って、えー 曜日を導き出すことはできるんですけれども、まあ、そういったツールなしに曜日を言い当てることはなかなか難しいのではないかと思います、はいえー、まず曜日の決め方についてはルールがあるということで紹介したいと思います、えー、このルールはゼラーの公式といいううふうに呼ばれて、えー、100C+Y 年 M 月 D 日とした場合、まあ、この計算式に基づいて出された値 を7で割った余りについてこの関係を使ううとと曜日が出てくるというもののでですでこの計算式を暗算で解ける方、まあ、即座に解ける方がいれば問題ないのですが、まあ私を含めてまあ一般的な方々はなかなか難しいのではないかということで、えー、それを効率的に導き出す方法を今日は紹介したいと思います。はい。で 私の方でですねその曜日計算のやり方について累計化ししたものを示しますでこのグラフのですね横軸は暗算スピード右に行けば行くほど計算が速くできるとで、まあ、左に行けば行くほどそれが遅いとで縦軸は暗記量上に行けば行くほど必要となってくる暗記の量が大きくなるということと下に行けば行くほど暗記しなくてもいいよということを示しています。 でえーとま、それぞれのやり方についていろいろ特性があるんですけれども今日はこの丸一から丸六までの方法を紹介したいと思います。でえーとですね、今日は A と B については処場はしないんですけれども、まえー、簡単に言ってしまうと ○A の純粋計算法というのはこれは非常に単純でこのすみませんセ、えー、ラーの公式を実際にですね、ま、例えば紙とペンを使って計算したりする方法ですね。 で、えー、この純粋計算法なんですけれども、行ったり来てして申し訳ないですけど、この、えー、公式を覚えてしまえば導き出せ,出せます。ということで、えっ、ー、と、暗記の量は非常に少なくて済むんですけれども、まあ、計算スピード、いちいち計算しないといけないので非常に遅いというデメリットがあります。まあ、同様にですね、えー、と指カレンダーという方法があります。これ一部の方、ご存知の方だと思うんですけれども、えっ、ー、と、 指の節とか関節を順次たどっていくことによって、曜日を計算するというやり方があります。これもですね、えーと、覚えることは少ないんですけれども、計算時間が非常にかかるということで、即座に答える、曜日を答えるということをやりたい方には不向きだというふうに思います。で今日はですね、この丸一から丸六について紹介したいと思います。はい。で 曜日計算の概念的なことをまず説明させていただきたいと思います。これは計算イメージになります。えー、例えば、2020年7月14日の曜日当てなんですけれども、この最初の2020という値から、年の値というものを導き出します。これが0と4になります。あこの具体的なやり方は後で説明します。で7月から5という数が導き出され、まあ、月の値というふうに呼んでますで。14日から日の値14という数が導き出されます。 でこの年の値と月の値と日の値を合計して 4+5+14 なので23ですねで23を7で割ってでその余り7321なので余りが2ですねでこの2をこの表を見てもらうと火曜日ということが分かりますまあ同様にですね2328年1月19日の場合は年の値が1と5月の値が0 日の値が19ということでこれらを足し込むと25ですね2 5る7で余りが4でこの表を使うと木曜日ということがわ、えー、かりますでここで覚えていただきたいのは次いくとですね年の値というものと月の値というものと日の値というものの合計値を7で割った余りが曜日を示しているということを覚えておいてください この年の値とか月の値の求め方は後で示します、えー。例えばその合計値が8の場合は余りが1なので1とか、あと、えー、31ですね。合計値が31の場合は7で割った余りは1328なので余りが3で水曜日ですね。というふうな関係があることをまずは覚えておいてください。 では、計算方法なんですけれども、先ほど1区番から6番まで紹介するよと申し上げたんですけれども、まあ、それぞれのやり方、特性があります。で、ちょっと覚えていただきたいのが、えー、っと、年の値と月の値と日の値というものをまず導き出さないといけないんですけれども、月の値の導き出し方と日の値の導き出し方って、すべての計算方法において共通しています。言い換えると、 違いは年の値の導き出し方だけが違うので、これだけいろんなやり方があると。で、月の値は、これは暗記してしまうしかないの、ありません。後で紹介しますけれども、これは暗記で対応するしかありません。で、同じような暗記になります。で、日の値というのは、ちょっと戻るとですね、そのままなんですよね。先ほどの例に行くと、日の値、ここも見てもらえばすぐわかると思うんですけれども、14日の場合の日の値って14なんですよね。で、19日の日の日の値というのは19と。 ということで、そのままです、はい。ということで、えー、と繰り返しになるんですけども、年の値の違いによって、これだけ計算方法が変わってくるということです。で、その年の値の導き出し方、いろいろなやり方があるんですけれども、まあ、ご自身でですね、どのやり方がいいかっていうのを決められると良いと思います。まあ、人によっては、掛け算が好きな人もいれば、割り算が好きな人もいる。あるいはですね、即座にその曜日を計算してみたいなという方には、まあ、このくるくるメソッドと。 いうものがおすすめされるかと思います。はい。まあ、具体的には後で示します。では早速、曜日計算のやり方について説明をさせていただきたいと思います。えー、個々のですね、6つの計算方法に入る前に、共通のルール3つ説明させていただきます。えルールの1つ目、1月2月は前年で計算。まあ、何を言ってるかというと、 年の値を決めるときに、例えば1985年、まあ5月の年の値を決めるときに、年なので、1985という、まあ、数字を使って、こういう数をベースに年の値というものを決めます。例えば別の例では2031年12月の場合は、年の値を決めるときは2031、そのままですよね、2031という数を使って年の値を決めます。で、ちょっと注意しないといけないのが、 2319年2月の場合はこの2319という数を使うのではなくてこれ2月なのでその前年である2318年という数をベースに年の値というものを決めます。どんどん例を言うと2545年3月これ2月1月ではないので、まあ、2545は2545のままですよと。 一方で、1758年1月、1月の場合は、まあ、これ1月なんで、その前年で計算しなければいけません。そういうことで、1758ではなくて、1757です。えー、1900年2月の場合は、まあ、2月なので前年ですよね。で、前年は1899。ということで、この数に基づいて、年の値も、を決めなければなりません。はい。これが一つ目のルールになります。では、どんどんいきましょう。次、二つ目のルール。 で、年の値なんですけれども、大体4桁になるかと思います。まあ、例えば1985年とか1986年とか、まあ、4桁になると思います。で、この紙2桁と下2桁に分けたときに、この紙2桁の値から、紙2桁の値というものを、えー、作ります。えー、っとですね、何を言ってるかと言いますとですね、例えば、1985年5月の場合は、紙2桁、 は19ですよねでこの表を使って19 1は紙2桁のの値っていうのが1になります,1になります次の例では2031年12月の場合は紙2桁は20なのでここですね20なのでこの表を使うと0になると2319年は紙2桁が23になるので23がここですね で、紙2桁の値というものが1になると。で、2545の場合は25なので、えー、5になると。17587の場合は17なので5になると。で、ここだけちょっと特殊で、えー、っと、1900年2月の場合は、まあ、これ2月なので、ルール1を適用すると前年になるんですよね。で、1899年になるので、まあ、19ではなくて18を使わないといけません。 ということとで3になると、えー、とこの紙2桁の値っていうのは、まあ、この表を使って導き出すことしかできないんですけれども実はこの表非常に覚えやすくて、えー、と4の倍数、えー、162024の場合は0になると。で4の倍数ではないけど偶数だった場合は例えば18とか22の場合は3になると。で この4の倍数より1つちっちゃい数、15、19、23の場合は1になって、それよりも1つ大きい場合は、17、25の場合は5になるということを、ちょっと頭の片隅みに置いてもらうと、パッと出てくると思いますね。何回かやってるうちに覚えると思います。はい。これがルール2になります。次、ルール3です。で、ルール3は月の値の求め方です。で、月の値は、 まあこういう関係がありますね。月と月の値の関係は。で、これは覚えてしまうしかありません。例えば、1月の場合は0、2月の場合は3、3月の場合は2、9月の場合は4、11月の場合は2といった感じに、この対応を覚えてしまわないといけないんですけども、非常に難しい。この表をそのまま覚えようとすると、とても大変だと思います。ということで、その場合は語呂合わせとか、あるいは日付で覚えてしまうのが良いかと思います。 えっと、1月と5月の場合はちょっとラッキーですね、0。まあ、計算しなくていいんですよね。1月と5月はまあラッキーだから0という風にちょっと頭の中でえっと処理してください。で、それ以外の月に関してはまあ語呂合わせ。例えば、2月の場合は3ですよね。2月の場合は3なので、2、3とか、2、3ですね。3月の場合は2なので、3、2とかね。3、2とかですね。例えば、7月の場合は5。 ということで、七五ということで、七五三とかで。えー、っと、九月の場合は四なので、まあ、串、串刺しの串とかで覚えると、えー、っと、覚えやすいし、あるいはですね、この日付を見てもらって、まあ、例えばご自身の誕生日とか、ご家族の誕生日とか、あるいは中の記念日と一緒であればラッキーで、その、えー、っと日付を覚えてしまえばいいんですよね。あるいは、例えば、三月二日ってなると、 あの桃の節句の前日だったり、えー、と例えばこれ、えー、文化の日の前日11月3日の文化の日の前日だというふうに覚えてしまっても良いかと思います、まあ、これはね覚えやすいような、えー、と語呂合わせだとか日付だとか、まあ、人によって違うと思うのでご自身で決められるのが良いかと思います、はい、少しちょっと長い間しゃっちゃったんですけどもルールが3つあって復習すると 1>, 1月2月は前年で計算で2つ目のルールは紙2桁の値っていうのはこのテーブルを使って導き出しますよとで、えー、月の値っていうものはまあ語呂合わせとか日付を使って覚えますよと、まあ、これも何回かやってるうちに覚えると思います、はい、では実際にですね、えー、と計算、えー、示していきたいと思いますまず1つ目の計算方法、えー、1.25倍法 を紹介します、まあ、実際の例を使って、えー、2061年7月9日の曜日を当てますで2061なので、えー、と紙2桁の値っていうのは20ですよね20の20の場合は4で割り切れるんで紙2桁の値は0ですね書いていきましょう 0, 0で下2桁が61ですよね61と で、えっ、ー、と、この61を1.25倍して、えっ、ー、と、ちょっと難しいんで、61×1.25 は76。小数点以下を切り捨てますと、76と。で、この紙2桁の値と、この1.25倍した値を足し込むと76。これが年の値になります。年の値にね。で、次、月の値です。で、月の値に関しては、先ほど申し上げたように、 えー、暗記で対応するしかありません。で、先ほど7月なので、7月の場合はここ、まあ、例えば753で覚えとくといいですね。75と、あ、753、ここか。で、日の値が9。で、年の値と月の値と日の値を足し込むと、81、90か。で、90を7で割った余り。で、えっ、ー、と、70ってなるんで。 残り20。20÷7 で、えー、っと、14の6ですかね。6。ということで、余りが6。で、このテーブル使うと余りが6のところは土曜日ということで、土曜日ですね。はい。ちょっと次の例行きましょう。えー、例えば、2531年1月12日の場合は、えー、紙2桁の数が25なので、ちょっと元に戻ると、25の時は5ですね。 で、下二桁なんですけれども、これ31をさっきほどみたいに書いてしまうと、ちょっとこれ間違いで、えっと、覚えていらっしゃる方がいるかもしれないんですけどこれルール1で、1月2度月の場合は前年なんですよね、前年。ということで、これ1月ですよね。1月なので、31年ではなくて30です。はい、注意してくださいね。だから、パッとこう、月の数を見ないといけないと。1月2月の場合は前年ということで。 で、この30という数に対して1.25倍すると。30×1.25 はと。37だと。で、紙2桁の値と1.25倍した値を足すと、42か。で、月の値は1月なので、これ1月、一月と5月は0なんですよね。だから0。で、日の値は12と。で、 合計値 42+0+12 で54か。で、7で割った余り7149だから5ですね。で、5の場合は金曜日と。ということになります。答えを見ると、ちらっと合ってますね。はい。えー、っとですね、ここで申し上げたように、この1番目の方法、1.25倍法というのは、下2桁の数を1.25倍して年の値を求めるというのがポイントになっています。 で、えー、と実際にやってみるとですね、この大変さがわかると思うんですけれども、まあ、私はできないんですけれども、これを1.25倍を暗算でできる方は、まあいいかもしれないんですけども、普通の方ってできないかと思うんですよね。計算機を使ったりしないとできないということで、ちょっとこれ、暗算には不向きなやり方になっています。これが1つ目の1.25倍法になります、はい。では2つ目のやり方、えー、4商法というものを紹介したいと思います。で、このやり方は先ほどみたいに、ちょっとあのー、 1.25倍するみたいな、えー、複雑な計算よりかは少しマシになってます、えー、紹介するとですね、まあ、同じ数でやりましょう2061年7月9日の場合紙2桁の値は20なんで、まあ、同じなんですけど20なんで0ですね 0, 0で下2桁が61 で、先ほどのやり方はこの61を1.25倍したんですけれども、今回のやり方っていうのは4で割ります。6 1る4何やるかというと、15。小数点以下切り捨てで、15。で、これを足し込みます。0足す61足す15なので、えー、っと、76か。76。はい。 で、えっ、ー、と、月の値は、えっ、ー、と、七五三なので、さっきと一緒なんで、五ですね。で、日の値が九度。で、合計値が七十六たす五たす九になって、一緒ですね、九十。で、えっ、ー、と、七で割った余りが七十四十四六か。で、土曜日。あ、そうですよね、土曜日。はい。じゃちょっと違う例でいくと、1986年5月2日の例でいくと、 19はルール2でいくと19は1ですねはいで下2桁の値は、まあ、5月なので変わらないので86とで、えー、っと4で割った小なので 86÷4、まあ、この辺暗算できる人いるかもしれないですね21で、えー、っとあとはこれを足し込むと えーと87足す21なので108か大きいはい108になりますで月の値は、まあ、5月なのでこれ0かなまた5月は0ですね5月は0で日の値が2とで合計値が110で110を7で割るとこれまた大変だ110割る7は 小、あら、間違えた。110割る7。15。で、15×7 が105。まあ、105が7の倍数になるんで、えー、っと、5ですかね。あまりで、5は金曜日。ということになります。ちょっと答え合わせをすると。はい、合ってますね。金曜日になりますね。はい。ということで、 この4商法っていうのは、えっ、ー、と、割り算を使います。えっ、ー、と、一つ目のやり方、1.25倍法っていうものは、掛け算使ったんですけれども、二つ目のやり方っていうのは割り算を使って、年の値を求めるということですね。で、お気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけれども、一つ目のやり方も二つ目のやり方もとても暗算じゃできないよと言われる方多いと思います。えっ、ー、と、私もそうです。で、なんでかっていうとですね、あの、この計算途中にものすごく大きな数が出てきてしまうと。 76とか108とか86とか。まあ、こういう数をですね、暗算しようと思うと、まあ、普通の人ではなかなか難しいかなと。まあ、もちろん、そろばんやったり、えー、フラッシュ暗算やってらっしゃる方にはとっては、えー、簡単なことかもしれないんですけども、いわゆる一般的な人は、ちょっと難しいかなと思います。えー、そこでですね、おすすめなのが、3番目のやり方。まあ、これは非常にいいやり方だと思います。えー、285684法という方法ですね。で 先ほどの4商法のデメリットである数が大きくなりすぎるということをこの285684を使って解消します何を言っているかというと例えば下の2桁が89だった場合この265684のどれかを使って数を減らしていきます例えば89だった場合は84使って5にするとで57だった場合は56使って1にすると で48だった場合は28を使って20に減らすと。で22だった場合は、まあ、これもうすでにちっちゃいのでそれはそのまま使えますよと。で99だった場合は15になったり60だった場合は4になったりすると。まあ、この方法のポイントは、えー、と4商法でまあ数が大きいものを計算しなければならなかったこと最初にこの285684を使って数を減らしておくということがポイントになります。 実際にやってみるとすぐわかると思うんですけれども、これおすすめなやり方でですね、えっと、同じ例でいきましょうかね。2061年7月9日だった場合、20、また見ると、20は、えぇ、紙の2桁の値は0ですよね。0。0。で、下2桁は61ですね。で、 一つ前のやり方はこの61を4で割ってたんですけれどもまあ計算が非常に大変だということでまず減らしちゃいますで一番近い数が56なので6 1五5 6は5ですねはいで4の小を取ります 5÷4 で1ですね1.25ですかねなので1ですでその上で足し込みますこのもう61っていうものは無視してくださいで0と5と1なのでこれが6になりますと はいであと月の値は753なので5でそのままですね9日なので9ということで0たすあじゃない、えー、6たす5たす9で、えー、っと20ですかねで20を7で割った余りということで2714の6ですかねで同様に土曜日という数が出てきます。 じゃあちょっと次の例行きましょうかね。えっ、ー、と、例えば大きい数、あ、これ、5番目がいいですね。2287年、十七年10月1日。で、22なので、これを見ると、紙2桁の値っていうのは3ですね。3。で、<laughs> 下2桁が、えー、と87。 87ですね。でこの87七という数を減らしましょうえー、っと87に一番近くて小さい数って84なので8 7八8 4で3になりますねで4の小3割4は割,割れないので0ですねで足し込みます 3+3+0 で6で月の値がえーえー、っと十月なので,どううですか、ね、10月なので6ですね で日の値が1日なので1で合計値が 6+6+1 なので13とで7で割った余りがこれもでえっ、ー、と土曜日ですかねはいちょっと答え合わせをすると合ってますねはいということでえっ、ー、とこのやり方のポイントは あの4商法で大きな数を取り扱わなければならなかったところをこの285684を使って減らすということで計算が非常に楽になります。ということで、えー、曜日計算をね人生で初めてやるという方はあのー、この285684法ということをおすすめします。はい、で、えー、と今までですね1.25倍法4商法285684法を紹介してきたんですけれども えっと、ある程度、285684法でも、えー、即座に曜日を計算する方法ができるんですけれども、さらにそれを一歩進めて、さらに早く、ようというものを今から紹介したいと思います。これが、えー、くるくるメソッドと呼ばれているものです。で、その前にですね、えっ、ー、と、この最後の、えっ、ー、と、この6番、丸暗記法というものを簡単に紹介すると、えー、丸暗記法というのは、結局すべて丸暗記します。で、えっ、ー、と、 お気づきの方もいると思うんですけれども、年結局この曜日計算っていうのは、この年の値をいかに早く、いかに効率的に計算するということにかかっています。言い換えると、この、えー、01からまあ00までのこの表を覚えてしまうと、計算はしなくて済むんですよね。ええー。ということで、この表をいかにまあ効率的に覚えるか。 という点にフォーカスしたのが、くるくるメソッドということになります。で、この表を実際に覚えられる方は、この、マラン記法ですね。これをやられると良いかと思います。はい、で、くるくるメソッドの説明に入ります。で、くるくるメソッドというものは、あの、メモリースポーツという競技がありまして、その技術要素を取り入れたものを、くるくるメソッドというふうに呼んでいます。えー メモリースポーツ、聞き慣れないかもしれないんですけれども、まあメモリースポーツというのは、例えば、あの、バラバラにシャッフルされたトランプの並びを、まあ記憶をして、まあ、それと別、えっ、ー、と、別の時間にそれを再現すると、記憶したものを再現するという、うスポーツ、えー、競技だったり、あるいは数字を記憶する競技だったり、画像を記憶する競技だったり、名前を記憶する競技、まあ記憶するにも、早くかつ多く記憶すると。 いううものを争う競技があります、まあ、こういうメモリースポーツという分野があってそこには非常に多くの技術覚えるための技術みたいなものが存在していましてその要素を曜日計算に当てはめたものがくるくるメソッドになります。でくるくるメソッドって呼ばれるものは、まあ、イメージ暗記という技術場所法という技術そしてグルーピングという技術を使っていますす体系化するとこのようになります。 で、クルクルメソッド。まあ、語呂合わせで覚えたり、まあ、あいうえおっていう、ちょっと後で説明しますけれども、あ、今日はちょっとあいうえお法についてはちょっと割愛させていただきます。今日は語,、えー、語呂合わせだけを、えー、お伝えします。というものがありますと。まあ、このあいうえお法については、まあ、別の機会にお伝えしたいと思います。で、えー、クルクルメソッド、ちょっとあの、覚える量が多いので、それを簡易版にしたものもあります。はい。 じゃあ実際にですね始めましょう、えー。くるくるメソッドちょっと準備が大変でですね、えー、とまずご自身で、えー、いろんなものを決めなければなりません、えー、まずですね、えーまあ、各自好きな場所とかなじみのある場所、まあ、思い出しやすい場所を7つ決めます、えー、この例ではですねこれ例なので自分で決めていただいていいんですけれども、まあ、玄関トイレ台所リビング廊下子ども部屋寝室というふうになります これはもうご自身で決められて良いと思います。7つの場所であればどこでもよくてただ、えー、注意していただきたいのがそれぞれの場所に番号を振らなければなりません。0、1、2、3、4、5、6という番号を振らなければなりません。はいまあ、こう場所はもうあのご自身で決められていいんですけれども例えば別の例で言うと公園、最寄り駅、実家、飲食店、学校、コンビニ家、家、まあ、こういう場所でも構いません。 ただちょっと注意していただきたいのが、よく似た場所、例えば、A という駅と B という駅とか、あるいは、えー、よく行く A というコンビニと B というコンビニみたいな、イメージがちょっと重なってしまう場所はお勧めしません。まあ、記憶が混ざっちゃうからですよね。ということであの、よく行く場所なんだけれども、イメージがダブらないような7つの場所をまず決めてください。はい。 そして、その場所に応じて、えー、番号を覚えなければなりません。例えば、公園にはこの番号がある。まあ、駅にはこの番号がある。学校にはこの番号がある。というふうに覚えなければならないんですけど、まあ、これは非常に難しいですよね。で、ここで登場するのが語呂合わせです。えー、この語呂合わせ、えっ、ー、と、まあ、これはもうご自身で決められても良いと思うんですけれども、あのー、 まあちょっと一番初めて作るのが難しいので最初はもう参考にしていただいてあとはご自身で作られるのが良いかと思いますでこの語呂合わせを作る時のちょっと注意点なんですけれども一つ戻ると結局覚えないといけないのは場所とこの数字との対応関係ですので、えー、とこの数字は移動させてはダメです、えー、語呂合わせはえと自分で決めていいんですけれども、えー、と数字だけは例えば公園が00061723なのでこの ゼロっていう場所に00061723があるということ、対応は変えてはいけません。で、この対応関係決めると、あとは覚えるだけです。えっと、よく行かれる公園に大桑タがいて、まあオムライスが転がってる感じですかね。あと、兄さんがいて、まあ吾郎さんもいると。で、泣く子がいたり、まあ恋がいたりと。えー、飲食店にはおっさんがいて、あと、レバーがあって、 石がいて、まあ,あ,あ肺がなんか転がってるんですかね肺が転がっていてというふうに、えっと、それぞれの場所に、まあ、語呂合わせで物とか行為とか人とかを置いていってでそれを関連づけて覚えておくとその場所に、えー、その物があったり行為があったりするということを覚えるとこれは何を言ってるかというとですね人間っていうのはまず言葉とか数字をそのまま覚えることっていうのは脳みそ そんなにえっ、ー、と賢くないんですね。一方でイメージにして覚えるということには、えー、とえっと長けているという特性を利用して、かつそのイメージと場所っていうものの関連付けっていうものは非常に得意なんですよね。例えばもう鯉が公園にいるとか、あるいは茨の道がまあ、駅にあるみたいなイメージで覚えることは非常に得意です。 一方で,です、ね、例えば18が1に対応してますとか02が2に対応してますみたいなこの無機質なイメージ的にかイメージが湧かないような対応関係っていうことは非常に、えー、記憶しづらいという特性があります。はい、ということでですね、えー、とご自身でですねあのこの対応関係というかです、ね、あの語呂合わせを作られると良いかと思うんですけれどもちょっとポイントがあります。 語呂合わせにもポイントがありまして何でもいいわけではありませんえー、繰り返しになるんですけれどもあのー、イメージにダブりがないような語呂合わせを作られるのが良いかと思いますえっとですね例えばあのー、どうしようかな03におっさん03おおさん03と04におじさんと03おっさん04おじさんみたいな 語呂合わせを作っっててしししまままうと、まあ、イメージダブいね。中年の,あの男性ということでおっさんおじさんみたいなイメージのダブりがあるような語呂合わせは作らないようにした方が良いかと思いますあとですねきれいな語呂合わせだけではなくて、えっと、ここにも書いてあるんですけれども苦手なものとかあと嫌いな人の名前とかを多用するのが非常にいいですねここれは残念なことなとがら、あのー 人間の脳みそってあの嫌なことに対して記憶が定着しやすいという特性があるようで、えっ、ー、と、逆にそれを利用して積極的にですね、まあ、が苦手なものとか嫌いな人の名前とか行為とかっていうものを使われるとですね、あのー、記憶が定着しやすいということで、こういう言葉を対応するのが良いのではないかというふうに思っております。はい。ではですね、実際にやってみましょう。 あの先ほど同じように。じゃあ、えー、っとですね、どうしようかな。えー、っと、じゃ早速やりましょう。あのー、この五番目の例でいきますかね。えー、っと、二二千百八十七年十月一日ということで、紙二桁の値は、戻ると、これは一緒です。二十二なので、三ですね。えー、っと、ちょっと、これが三になります。 そして下2桁が87で先ほどは足したり引いたりかけたり割ったりしたんですけれども、まあ、この方法では記憶に頼るので花これ花で覚えてますね私は花はどこにあるかというとえー、っと飲食店にあるはずですね花はいありますで飲食店は3なので3とで紙2桁の値とこの3という 場所の値を足し込むと6とであと月の値は6なんですよねこれで日の値が1になりますということで 6+6+7 でえー、っと1213で7で終わった余りが6そして土曜日ということになります えっと、別の例でいきましょうかね。えっ、ー、と、例えば2番目の1986年5月2日なので、19。えっ、ー、とですね、この辺もうすぐ覚えると思います。19は1ですね。えー、19は1と。えっ、ー、と、1900年代は1。2000年代は0なんでね、覚えやすいですね。で、下2桁が、まあ、1月2月じゃないので、86そのものですね。86と。 ということで、で、場所。86はハム。私はハムって覚えてますけれどね。86はハムで、これが実家にあるとあ。ハムは実家にあるはず、ありますね。ということで、えー、っと、場所が実家の2と。で、えー、っと、紙2桁の値と場所を足すと3になると。で、月の値が、これ五月はゼロ、1月と5月は0なんで0です。で、日の値が2。 で、合計値が3たす0たす2なので5になります。で、7で割った余りが、まあそのままですね。5で、えっ、ー、と、5が金曜日。ということになりますと。金曜日やってますね。ということで、えっ、ー、と、この方法なんですけれども、今まではこの年の値を決めるときに、まあかけたり足したり割ったりしたんですけれども、 まあ記憶に頼って、しかもその記憶をイメージの記憶に頼って導き出すということがポイントとなっております。で、一旦これを覚えてしまうと、まあ、一生の財産になるかと思います。で、最初は大変なんですけれども、ぜひ、えー、とご,自分ご自身の語呂合わせを作って覚えてみてください。えきっと財産になるかと思います。とはいえ、この、まあ、表も作るのも大変だし、覚えるのも大変と言われる方多いと思います。 そこでですねそこに行く過程において、まあ、途中の、えー、と一歩ということで,ですね簡易クルクルメソッドというものも提案させていただきたいと思います。まあ、これはですね、あのー、覚えてらっしゃるかと思うんですけども285684法の要素をちょっとだけ入れます。ちょっとだけね、すると何がいいかっていうと覚える量がこれだけになります。ちょっと比べるとですね 通常のクルクルメソッドっていうものはこれだけのものを置かないといけないんですけれどもまあ簡易的にするとですねこれだけの量で済みますでなんでかっていうとですねあの285684法でもお伝えした通り下2桁の数っていうのは減らすことができます戻るとまあこういう関係がありますよね285684法っていうのは下2桁の数が大きかった場合は 28。56。84使って減らせることができるという特性がありますので、これで減らしちゃいます。するとですね。覚える量っていうのがまあ100個ではなくて28個になります。こう,う,うね。それぞれの場所に4個ずつ覚えればもうそれで十分です。まあ、ちょっとあの計算ステップ1ステップ増えてしまうんです。けれどもまあ、覚える量を最初は少なめにやった方がいいかと思いますで。 えとまあ、順次こう記憶を増やしていって早くするっていうのが一つのやり方だと思います。じゃちょっとこの例だけ簡単に説明すると、えっ、ー、とですね、例えば1、1番目の例ですね、2061年7月9日なんですけれども、まあ、紙2桁の値、20なんで、えっ、ー、と、4で割り切れるんで0ですかね、0。で、下2桁が61。で 61なんですけど、減算しちゃいます。えっと、56で引くと5になりますね。5になるので、これ、まあ、05って書いた方がいいかな。05なんですね。これ、私が覚えるのは。05。05はですね、どこにあるかというと、05は、えー、っと、家にありますね。6です。場所が6と。いうことで、紙2桁の値と場所の値は6と。 で月の値が753なので5日の値が9ということで合計値がえー、っと20ですねで7で割ったまりが6でまあ土曜日とはいということでまあせっかくなので次いきましょう1986年5月2日なんですけれども19なのでえー、っと1ですね で、下2桁が86ですね。で、これを減算しちゃいます。86引く84で、02でいこうかな。で、えー、02はですね、これは、まあ何でもいいですよ、鬼って私覚えてますけど、o 二段んで2ですね。2と。で、これを、えっ、ー、と、紙2桁の値と場所の値を足し込むと3になると。で、月の値は5月、なので0ですね。1月5月は0。で、 日の値が2になりますで合計値が3たす0たす2で5になって7で割った余りはそのまま5になって5は金曜日ですねはいとなりますあったんですねということでですねえっ、ー、と記憶量はちょっと多くなってしまうんですけれどもこのくるくるメソッドあるいはくる簡易くるくるメソッドちょっと記憶量が少ない簡易くるくるメソッドを使うと 他の方法と比べて非常に早く計算何で早く計算するかというと、もちろんその,その,場,その場であの回答した方が、まあ、例えばかっこいいとか、えー、ちょっと賢く見えるというメリットはあると思うんですけれども、まあ、一つはです、ね、競技として、えー、そのテクニックを使えるのではないかというふうに考えています。で我々はスピードカレンダーという活動をやっていまして、でそこで,です、ね、ソフトウェアをちょっと提供させていただいています。 でえー、とこれは一例なんですけれども、例えば左側の、えー、とソフトウェアは 5, 5つ、えー、と問題が出てきて、それをいかに早く曜日を当てるかという、えー、ソフトウェアになっています。あるいはですね、この右側の、えー、と決められた時間、例えば1分間に何回正しい曜日当てをできるかというソフトウェアになっています。ぜひね、えー、と試してみてくださいで。いろんなものがあります。えーと 実際にですね、あの、実生活で使わない日付もたくさん出てきます。まあそういうものを必要ないよという方はリアルライフモードとか、あるいはですね、よくあのまあ実自分のできることを示すために何か適当な日付を言ってくださいってどなたかに聞くと、大概の方は、あの自分ご自身のですね、あの、誕生日を言う方がいらっしゃるんですよね。それは知ってるよという方が多いので。という時に対応する ことができるように練習するためにバースデーモードというものも用意しています。あとコンペティションモードというのはもう本当に使う日付も使わない日付もごっちゃ混ぜにした、まあ、千年間のうちに適当に出てくるような適当な日付が出てくるようなモードになっています。まあ、ぜひね試してみてください。で、競技人口が増えればあの、まあ、オンラインでも、えー、とオンラインではない、えー、と集合型でもあの競技会を開こうと思っていますのでぜひ、えー、ご参加ください。はい。 で、スピードカレンダーできるようになればですね、まあ、こういう、えー、とランダムに生成された日付に対して、えー、と非常に早くあの曜日が計算できるという特性があります。まああのー、アプリがない方でも、あのーまあ、紙とかを使って練習できるかと思います。はい。で、曜日計算を早くする、早く行うという時に、まあ、何個かのテクニックがあります。 でちょっと簡単に説明したいと思います。これはもう代表的なものなんですけれども、まあ、日付を見たときに、ま,あ、まずはそのルール1、あの1月2月の場合は前年で計算ということをしなければならないのかどうかということを判断するために月をチラ見すると思うんですけれども、まあ、月を見てその次年を見て月を見て日を見ると思うんですけれども、この目の動きの中で、えー、とラッキーな場所を見つけるというのが一つのテクニックになります、えー。例えばですね、 ああ紙2桁の値を置いてらっしゃると思うんですけれどもあの4で割り切れる紙2桁の値の場合は0なんですよね。ということでこれがちらっとでも見えてあらきと思うとあるいはくるくるあの下2桁の場合にえー、っと場所が0の時ところがあるんですよねえっとちょっと戻るとずっと戻っちゃうこれしか例えばここのものって非常にラッキーなんですよねなぜかというとここの場所っていうのは0なので 大大ア型が出たり、オームライスがいたり、山陽新幹線が見えたり、涙が見えたりすると、ラッキーと。計算しなくていいや。足し算しなくていいや。ということで、まあ、こういう、ところを見るとで、ちょっとときめくという癖がつくといいかと思います。あるいは1月2月、1月5月ですよね。まあ、1月の場合は前年にしないといけないという、ちょっと、わわしさはあるんですけども、5月なんてもう、あの、計算しなくていいものの代表例です。あと、 7日、14日、21日、28日というのは7で割り切れますので、これ、足し込むときに足し込む操作が必要ないというものがあります。で、えー、っとですね、一番初めにお見せした例、ちょっと見てもらうとですね、これ、見てもらうと分かるんですけれども、これ実はですね、まあ、明らかにこれ、日曜日なんですよね。なぜかというと、まあ、20、紙2桁の値、20で4で割り切れるので、0ですね。で、17。 これはですね、あのー、まあ、私、稲子で覚えてるんですけれども、これも0の位置にあるので、0です。で、5月も0、14も7で割り切れるもの、0、0000でこれ、実は超ラッキーな日付なんですよね。ということで、まあ、スピードカレンダー、まあ、曜日計算をやっていくと、あのー、こういうふうに日付を見る目がちょっと変わってくるかなというふうに思います。あと別のテクニックとして、まあ、引き算も使ってもいいかなというふうに思ってます。まあ、私使ってるんですけれども、 例えば、6を足したり、5を足したり、大きな数足すっていうのはちょっと私苦手なので、引き算で対応してますまあ。足す6をやるよりも、く1をやった方がいいかなと。足す5をやるよりも、く2をやった方がいいかなというふうに対応しています。はい。で、少しさえちょっと説明させていただくとですね、セラーの公式を今日説明させていただいたんですけれども、ああネット上に同じようにセラーの公式紹介しているページがあります。 そこではですね、H という数を使ったり、D という数を使ったりしているんですよね。で、その余りの数がちょっと、えー、と表記がいろいろ、ぶれがあってですね、まあ、我々スピードカレンダーのこの資料においては、まあ、こういう対応関係を使っています。で、他の資料と見比べるときは、ちょっと注意してください。はい。で、最後にちょっと宣伝なんですけれども、 あのー、我々の方あのー、別の活動もしてます、えー、のご興味があればご参加ください、えー、とルービックキューブなどを含む立体パズルを楽しむサークルということでくるくる会あるいは試験ですね語学試験の対策に関する活動ということでストイッカー .com あとパズルとトライアスロンを組み合わせた新しい競技をちょっと始めていますのでぜひこのウェブサイトアカデミアスロン .com にアクセスして、えー、興味のある方はですねぜひチャレンジしてみてくださいはい 少し長くなってしまいましたが、今日は、えー、曜日計算について紹介させていただきました。ぜひね、えー、皆さん、えー、チャレンジしてみてください。で、何かあのお問い合わせなんかありましたら、お気軽にお問い合わせください。では、また